はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は村雨くんを使ってやっていきたいと思います。高校はメカニクスです。でデッキの方は、まず村雨くんなんですけれども、金徳がアイコンタクトになりますので、ポジションはショートで来ています。でショートなので、あとは魔術師欲しいなと思いまして、ナヌークを入れてます。これで一応肩が2になって、ちょっと肩で固めようかなということで友沢を入れてきてます。これで肩3ですね。あと精神は、雷で、補充して、メカニクス高校なのでなごみちゃんを入れてます。でなごみちゃん野手の場合の金徳が鶴瓶になりますので、連打丸を持っている箱崎を入れてます。で箱崎は金徳ローリング打法か、メッタ打ちの選択なんですけれども、メッタ打ちにしちゃうと雷と被っちゃうので、今回はローリング打法を取っていきます。なのでコツ的にはまず箱崎ですね、連打と、打球伸びは絶対欲しい。固めもあればもちろんいいんですけれども、最悪固めは直取りでも大丈夫なので、連打と打球伸びは絶対欲しいですね。で村雨くんも、早球欲しいのと、守備職人は欲しい。あとは、守備コツですね、ちょっとテーブルは前回見ましたけれども、35固有持ちで技術ボーナスと、守備力のコツの効果ということになってますので、守備コツも取っていきたいなと、思います。じゃあこれでやっていきましょう。人がめちゃばらけてんな。どうしよう、誰からやってく。村雨くんにする。村雨くんの回だから。でメカニクスなので、なごみちゃんの評価はねちょいちょい上がっていくかなと思いまして、お守りは持ってきてないです。その代わりまずはなごみちゃんあげよう。病気を治すやつ持ってきてます。村雨くん足も速いんだね。能力的にそうだったけど、そう、なごみちゃんの評価が上がっていって、かつここにね評価アップがあるので、大丈夫かなと。二股してるわけじゃないんで、評価アップを残しておく必要はないので、これは早々に取っていきましょう。でこの編成のいいところは結構固まってるよね、ばらけが少ないっていうところで、金徳をね開けるためには一つ必要なのと、ここの上昇ポイントももし取るんだったら一つ開けなきゃいけないっていうのがあるので、二つは開けたい。でここの敏捷ポイントを取っていけるかなっていうのはありますので、ちょっと置いときましょう。最優先で開けるのがまずここで、2番目がこっちの上昇ポイントで、もし開けられればここの敏捷にもマス目を持っていきたいけど、全部は取れないからね。技術ポイントは大丈夫だと思うんだけど、若干筋力精神に不安があるから、そこら辺を気にしつつやっていきましょう。でここの上昇ポイント、そうだね、絶対必要かって言われると、まずここに村雨くん上昇を持ってるんで、1つあるということと、なごみちゃんも上昇があるんでここに1つあることと、実は箱崎も上昇があるんで、この3つ取れればいいか、ちょっと今ふと思ったけどこの3つ取れればここは取らなくても大丈夫だよね。2番目にこっち開けるか、じゃあ、ちょっとそこら辺は敏捷ポイントが足りなそうだったら先にこっちを開けていきましょう。右上はそうだね、広角打法あたり肩、そう、あとねちょっと思ったのがね、これ肩ブーストが確かないんだよね。一応肩3でやってるんですけど、肩ブーストがないので、肩で集めた割にはちょっとそこが生きてこないかなというところはあります。でロジカルポイント重視でいきます、基本は。ただね、コツが来たときはちょっとコツもやっぱり考慮しつつ取ってはいくんですけど、ナヌークね、ナヌークのコツどうしようかな。 あとなごみちゃんか、一応早めに乗せておきたいのはあるはあるんだけど、ここ18、ただ評価上げをできる人がいない、これ悩みどこだね。11で妥協するか、なごみちゃんを上げるか、村雨くんも上がるしね。ただその代わりロジカルポイントが3っていうところ、完全にトレードオフだな。なごみちゃん女の子優先、女の子と言っていいのか分かんないけど、そういうことを本人の前で言うと失礼だから言いません。
メカニックエクササイズ、これどうしようかな。体重計をごまかそうって、なんか体力回復したっけ。まあ体力はあるので、あ、技術か、なるほどね。いやちょっと微妙だぞこれ、人がいないな、なんでこんなみんな練習に来てないんだ。もともとここは人が少ないところだけど、メカで補充して、メカで補充して結局どうなったの。人数的に少ないってことはないでしょう。で箱崎の金徳は進めていきますと。でここは必殺の一撃、経験点も悪くないよね。あ、24、なごみちゃんが、あ、27、こっちもあるか。雷まともか、でもここ3人だからな、コツもあるしね。一回ロジカルマップで評価を上げていきますか。ほいっと、じゃあ最初はここの上昇ポイントをちょっと狙っていきます。うん、ポイント、箱崎家の食卓、これは9月の3週なんで、これも食べるかにしていいやつになりましょう。よし、これでまた上がりが良くなったな。ここは26、いいね。なごみちゃんは乗ったね、早いね、さすがに。お守り持ってないけどもう乗ってる。でパワーね、なるべく上げてはいきたいんだけど、せめて30にしよう。お、9から12か。よし、じゃあ30にしてもうパワー取っちゃおう。最初のね2マス目に絶対この上がるやつがあるんで、まあ、これをいつ取っていくかっていうのがなかなか難しいところですよね。お、カタブースト来た、やったー。でここ取らないとなかなか進めてねいけないっていうのもあるので、ではまたポイント貯めつつ、そうか、まとものところか。やる気が下がるなぜだ、まあいいや。なごみちゃんデートしていきましょう。レーザービーム、あ、そうだ、レーザービームだ。ちょっとそこら辺相性悪いな。箱崎のコツか、これはちょっと取ってきたよね。監督評価もまあ上げてはいかないといけないところだから、まずは上限アップ取って、で次はちょっと下の方とかこっちの方に流れていきましょう。ここにコツが2つある、窮地と初級から回収していきたいな。左に流れていくか、左に流れつつここら辺まで開けてエースキラーを取りに行きましょう。コツ、まともくんどうしようかな。体力の減りはそこそこあるんだけど、ちょっと最大値を上げていこう。コツ18、悪くないな、ここだな。早急いくつで取るかだよな。お、来た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 、一つ開いたねこれで。なのでどうしよっかな、ここにして、よくわからん、こっちでいいや。守備ブーストか、それなりに人が集まったらブーストは使っていこう。特にタックがあるわけじゃないんで。24、おいしいね。なんかのイベントで増える可能性があるかな。20か、このコツは広角ね、これも取りたいからちょっと開けとこう。よし、そこから雷だったらこっち、てかそもそも体力がない。あー、これはもうまた今度、普通にいいです。普通でいいやつとかは持ってるんでね。3か、6、全体的にしょぼいはしょぼいけど、村雨くんか、コツを狙っていこう。レーザービーフ取る、もう取る、いらんだろう。
いらんけど取るか。4だもんね。4から5になるのはさすがにもったいないからな。取ろ。さて肩まともくん10、若干溢れそうだけど補給6か。これもじゃあ上げときますか。敏捷が足りないね。敏捷アピールできたけど総力39しかないわ。E、D にはできない。じゃあこれで妥協するか。ほい。で左がランダムマスね。あーメンタルアップか。これやっとこう。よし。さてやっぱり技術稼げるね、まともがいると。からの練習か。まあ敏捷ポイントは欲しいんでね、悪くはない。なだめておこう。精神が欲しい。おメンタル3か。ナヌーク6か。1回回復させるか。まあ監督がいるからな。ちょっとロジカルポイント的に微妙だな。監督はもうそろそろ大丈夫かな。あとイベントとかで監督評価を上げていけばなんとかなりそうだね。いやーちょっとばらけてんな。11プラス監督も108、余裕だ。全然余裕だった。メンタル。おお、これはとりあえず大丈夫だった。まあ直すやつ持ってきてはいるんだけどね。18、コツは誰。村雨くん28か。これは使ってこう。あれなんだった今。あ肩じゃないか。肩だったら肩ブースト使おうかなって思ったけど。ではコツを回収していきますか。初級と窮地で次はこれを取る。上限アップ。村雨くんレーザービームは取ったよね。よし行こう。守備コツが欲しいんだよとにかく。守備職人か。まあ悪くはない。守備職人も3で抑えましょう。よしローリング打法をかなり掴んだ。あ勝った。11か。3人か。監督がいるから3人か。4人いるとね結構いいんだけど、そもそも体力がないんで、降格の前に先にこっちか。あ村雨くんパワーヒッターなんて持ってるんだ。悪くないな。降格は抑えとこう。パワーヒッター直美ちゃんもくれっかんな。最後に肩足す4。ここに回復がある。でこのまま右に流れてロジカルの上限アップを取りつつ、あ獲得量アップか。これ早めに取った方がいいんだよね。どうしようかな。メンタルはあんまりだからデートをしましょうか。なごみちゃんがデートをしたがってるからね。技術、そっかなごみちゃんは技術要員だっけ。箱崎のコツ、肩は1人しかいない。まあ、10取れればいいかな。ほい。まずはコツをくれ。練習、こいつ何？練習マン？何もない。23、これ。守備と精神はね、ピッチャーも練習に来るんで。俺も見たい。これは見るでしょう。キャー、もう、下がったよね。まあいいや、しょうがない。23だったらさっき下がったから、下がったって言っても大して影響はなさそうだな。パワーヒッター取るか。一応パワーヒッターまだ置いときましょう。あブーストがある。やったね。対左そろそろちょっとブーストができる残量は残しとかないといけないので、まあ、ここはこれでいきましょう。
技術は問題なさそうだな。打撃はさっぱり。これは通常のイベントですね、まあ、勝手に終わるんで何にも考えることなく。臨床が割と多めにもらえるのか。でなごみちゃんはねここで競争心くれるんで、まともとの相性も悪くないと。まあ、まとものねやっぱり不確定っていうところがちょっと怖いは怖いんだけど、ここどうする。11、10、10、微妙だな、本当に微妙だな。まあいっか、ちょっとでもポイントの多いものを取っておきましょう。ここで大吉が出れば体力を回復する可能性があるので、ちょっと体力は減らしておきました。大吉どころじゃねえ、大吉どころの騒ぎではない。うーん、ダブルタックで使いたいよね、最低でも。メンタルで11、これだな。少しだけポイントを使っていきますか。2と3か、だったらもうちょっと上げたいよな。筋力肩アップ4、ミート上げるか。技術は大量にあるんで、やっぱ精神少し不安があるね。 C にはしたい。よし、ここからじゃあこのミートアップを取って、結構使うんだよねこの直上げのやつ。あ、獲得量こんなとこにもあった。先にこれ取っとくか。じゃあこれ安いかな。からのメンタル、どうする。どれも微妙は微妙だな、この現段階では。体力減ってればよかったけど、かといってチームメイト評価をね上げる必要も今はないと思うんで、ポイントをもらっていきましょう。お、肩一人か。村雨くん、守備職人は回収しておこう。あ、早急か。3で回収する。3で回収しよう。で、守備職人ほい。一発逆転。これであと守備骨だけ。これ何がいい。観察する。評価が上がるだけだったか。敏捷の21、4人か。上昇を先取る。先に獲得量を狙っていくと、タイエースを取って、ちょっとでもこの獲得量生かすためにメンタルブースト。あ、連打友沢持ってたのかあんまり全部チェックしてからちゃんと来ればよかったね。あ、いいね。じゃこの編成悪くないじゃん。げ、打球伸びも持ってんじゃんなんだこれなんだこの編成、実はかなり良かったぞ。思っていた以上に機能する。だからポイントは本当にまともが金徳を成功するかどうか、そこに尽きるね。喧嘩が始まったけど、なごみちゃんがなんとかしてくれる。超ありがたい。いやー、12かー。だったらデート進めちゃってもいいかね。1回。なごみちゃんあんまり評価高くなかったわ。よくあれでお正月一緒に過ごせたな。でここ前なんで、前っていうかバレンタイン前なんで練習をしたいんだけど、26ポイントを取りに行くか。まあ、コツもあるしね。これここだな。体力もやっぱり減らしておこう。精神ポイントもらって、ただなごみちゃんは虫歯をよこす可能性があるんで、そこだけ要注意ですね。これ虫歯になってもドリンク飲めば大丈夫かな。虫歯にはならなかったけど。5、まとも。29、これ超美味しい。29は本当美味しいな。走塁のブーストってあったっけ。あったらもう使っちゃいたい。
なさそうだね。カタカミトロク55必要なんだ。上昇取っとくか。臨床コツコツ、連打とか5にする。まあいいや、とりあえずこれはこれでここにしよう。まあ最初は特に何もないんで肩、どうしても重ならないね。どうしようかな、ミート6取って進めていこう。1234567、よし、これで A にすればいいでしょう。で守備ブーストもやれるときにやっとかないといけないからね。いやポイントにしようかな、でもコツもあるしな、こっちだな。ちょっとナヌークか箱崎どっちのコツが来るか分かんないけど、タック足すコツは美味しいんで、よし連打取って、じゃあ連打を回収して連打を5にしよう。まずここ OK 通過、2回通過しなきゃいけない人って辛いよね。よし17だったらこっちでしょう。30ないな、30はちょっと確保しておきたい、足りないよね。肩、まあ1人か、21だったら悪くない。で20は使えるのか、30残しておくとして、で連打じゃあやって連打回収完了を、でいざとなったらメンタルブーストも消費できるから、ここはまた少しためだな。カタカカタカタカカタカタ来てたのかどうする。ここをやる必要は特に悪魔スがないからこっちでいいよね。よし、こうダブルでもうやっちゃう、しかもまとものコツがあるんで悪くはない。合計でいくつ入ったのかよくわかんない。パワーヒッター、これでパワーヒッター5で観察と観察者で、また肩ワンタックの5、ワンタックの5だったら24で精神を稼ぎつつ回復で反復、もうちょっとなごみちゃんデートを進めておきたい気がする。でここは試合に勝てればポイントもらえるんで、ちょっと自分でいきましょう。少し上げる、パワーがさすがになさすぎる。どうする、 C まで持ってく、パワー比を取っとく、これでいこう。1本でもホームランを打てれば点になるんで、ほい、いかなかった、点取ってくれ、取らない。なかなかいい球を投げるね。え、今ダメなの、3点取られた俺がホームランを打ってないから。え、パワーきつい、パワー D きつい。しかしチームメートが頑張ってる、ここは俺もダメでした、期待に応えられず。くれるっけ、5、いやーなごみちゃんちょっと31とか異常なんだけど、なんだった、筋力か、筋力ブースト使う、せっかくだから筋力ブーストがあるのはそこだけだから、ここで使おう。筋
にはタックがいないんでね。まあでもこれだけ人がいれば、まあプラスでいっぱいもらえるんで使っちゃいましょう。ロジカルポイントも結構もらえるんで悪くはない。でメンタル箱崎か13雷だったらメンタルだな。メンタルやるからデートが進まないんだよ。これもポイントを重視していこう。あーなごみちゃんねー、ダブルタックねー、2人しかいないんだよな。技術異常だな。この2人で技術こんだけ稼げんの。もうやっちゃおう、使おう。ちょっとここはポイント消費のために肩ブーストいきます。ほいで、ダブルパワー。そしてまともくんいったーよし。ほんとこの糸端がね役立つ。お守り持ってきてない時の井戸端は助かる。でとりあえず A にしとこう。ミートは A にしておく。もう精神が足らんからな。守備も全然上げてないからね。肩も D にはしておくか。ちょっとこれも D にしておくか。さてナヌークのコツか、21か。ポイントポイントだな。ちょっとポイントを重視していこう。なごみちゃんちょっときついぞこれ。デート的な話で練習をねどうしてもやんないといけないんで、こういう21とか来た時にはねやっぱりやっときたいよね。守備ブーストも先に使っておきたいんだけどな。どうすっかな。20でしょ。敏捷ポイント45、これで150取れるのか。ちょっと先にここだけどこう。敏捷4、ちょいアフレするけど、ちょいアフレするけどいいや。これでまた体力が回復してさらに練習ができる。23、ここは使おう。ブーストこれで金徳を取りに行ける。ただデートが進まない。でここは精神。あ練習っていうか熱くなってもよかったかもね。20もうあれはない。ブーストはないから、打球伸びタイエース、打球伸びでタイエースもちょっと取っとく。タイエースってなんかもう一個あるんだっけ。ちょっと待って、コツ何やんだ、こんなところにあるの。走塁だいたい取ったか。よし、じゃあまたちょっと A25? こっちでいいや。待って、5月中に絶対1回をデートしたい。3週と4週、いや悪くないわこっちも悪くないね。いやまとも村雨ペア異常だな。本当に技術異常だなこれ。守備職人、守備職人は直取りしてもよかったね。でローリング打法は技術余ってるんで取るか。2でいいや、いけんなこれ。234、他だって30、30、20でしょ。それから大丈夫だよ。よしこれはいい感じ。競争心も3になってるし、切磋琢磨も取るか。精神少し足りなめ、連打タイエースだって4で OK でしょ。初級ももうないもんね。結構重いんだよね初級って。捕獲取っとこう。対左はそうか、技術使うか。何気に筋力もちょいちょい使う。アベレージヒッターが来てないね。
これやるしかないっしょ。もう次デート、次ね、たとえ何が来てもデートする。よし、敏将くれる。これで魔術師もゲットで、何が来てもデートするって言ったけど、サンタックとか来たらどうする？いや、これはデートでいいでしょう。体力減ってるし。でエースキャラを取ろう。おい、あと足りないのか。精神はもうちょっとどっかでブーストかけたいね。雷のこれはいいや、ちょっと取りに行かない。次ここ開けよう、来たら。というわけでデートをします。3回目、で6月で1回、7月で1回、ここで行こう。メカニクスはね、甲子園最後まで固有のこのポイント制が続くんで。え、なにこれ、どうすんだっけ。やる。あれ、なんか失敗した。あれ、マス開いたよね、成功すると肩。いや、技術は稼げる、技術は稼げるけど精神がなくなる。おーい、守備コツ、守備コツくれよ。あれ、これも開くっけ。これ開くね、開くんで、ここ。敏将か、精神が足りないわ。でも6月もなんだかんだ言って2周でしょ。じゃあここやって、ここやってデートしよう。よし、アベレージヒッター、アベレージヒッターもね、まあ、技術ではあるんだけど、直取りしようとすると精神をね使うんで。ここでまた開くか、これ。あ、肩ブーストこんなとこにあんじゃん。全然見てねえな俺、まあ、その肩ブーストまで持っていけるかって言われたらちょっと怪しいところはあるけど。うわ、メンタル25美味しいよな。いや、でもちょっとデート最優先、まあ、どうせまた鶴瓶でね、精神と技術使うんだよね。技術はいいとしても精神がきつい。あれ、これってさ、全然進んでなくないか。いけんの、まあ、もうあと1回で終わるから。よし、これはいこう、これはいこう。ブースト、雷頼むぞ。悪くないね。精神が霊によってめちゃくちゃ稼げんだけど。で、何もない、何もないぞ。守備、これなんだっけ、肩が上がるのか。どうなの、肩全然上がってねえ。なんとなく30にしとこう。だ、基礎能力が全然上がってないんだけど。よし、とりあえず C。いや、補給も D だな。それ考えると、それ考えるとマジできついわ。あー、ここにあれがあるのか、守備ブースト。ちょっと足りねえかな、技術余りになるね。一応30以上は稼げた、精神ポイントね。まあ、普通に打っていきましょう。能力がそんなに高くないのか不安だけど。で、よくよく考えればさ、アイコンタクトで精神めちゃくちゃ持ってかれるじゃん。足りなかったか。いや、かといってさ、精神2人にする余裕もないんだよね。箱崎はだって外せないでしょう。なんだっけ、基礎技術のやつらがちょっと多かったかな。でも連打はまともがあるから、箱
横崎外しても大丈夫か。箱崎変えて能見さんとかにする。それか挑戦者大谷君でもいいかもね。でも箱崎外すってことは金徳のエースキラーが取れなくなるんだよね。それを別の人で穴埋めしないといけないっていうのがあるけど、26か、精神26美味しいよな。デートもしとかなきゃいけないんだよな。もう精神にまつわるものはないね。精神にまつわるものはないんで、一回デートしてなごみちゃんを確定させよう。せめて成功してくれ。失敗しやがった。よし、とりあえずこれはこれと。てかさ、村雨何やってんだあいつ。マジでブーストかけよう。技術余りまくるけどブーストかけよう。ここだな。これ何、守備練習会。ほい、よし来たー。でこれどうしようか。なんかコツが違うんだよね。今日は日が悪いっていうのはダメで、気合を入れるとだとエースもらえるんだけど、もう一生エース。 OK いいぜボーイ。レーザービームかよ、いらん。あ、守備職人ここでもらえるんだっけ。あ、成功すると守備職人も一緒にもらえるんだ。そうだそうだ。ただもういいや、技術は余りまくってる。ミートを上げる気になれん。対左押さえとこ。精神使わないからね。精神を使わない技術を消費するやつ。めった打ちはもうもらっとこう。筋力足りねえな。いろいろ足りねえな。俺にはさよなら男もらっとこう。俺はいろいろ足りない。守備も上げ始めないといけないからね。まずアイコンタクトを取って確定させよう。金徳を。ストレートはボール。第2球投げた、バッターの足元。そうだ、ローリング打法持ってんだ。投球はこれから3球目。パワーはもうそんないかないよ。危ない球。第4球を投げました。打って出る。守備要員だからね、守備要員として割り切るか。メカニクス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは寺島、投げました、打ちました。これはいい当たり。一応筋力のマス目はねそれなりにあるから、そこで筋力稼ぎができるっちゃできるんだよね。ツーアウトランナー一塁。あーっとー、宇宙間一丁。メカニクス、この回は2番からの好打順。トップバッターは寺島、今日4打点を挙げています。きたー、まあ、C あれば大丈夫だな。 C とパワーヒッターがあれば効果した方もあるし、最悪打球は伸びるし、パワーは C でちょっとなんとか我慢しよう。13のまともか。13のまともね。ちょっとロジカルマップだな。肩直上げができるっちゃできるけど、90、30で90か。こっち走塁系はいいか。臨床もどうなの。ちょっと、いや守備上げ始めよう。一回 D まで持ってこう。臨床やっぱりちょっとだな。ってか精神足んねえ、ほんと足んねえ。アイコンタクト130、他鶴瓶足らん。マジでたら魔術師。エースキラーも40使うのか。メンタル11ね。まともあれを精神くれるわけじゃないからな。いいや、ちょっと足りねえ。技術か。ここは村雨くん、ここでもうダメだったらダメ。
守備上げよう。来た。もうちょっと我慢しとけばよかったな。まあいい。ちなみにさ、そっか、これアプリだと守備コツってさ、今一気に5まで行くようになってんだけど、まだそれないんだ。3かよ。3でもまあいいんだけどさ、ちょっとそれ微妙だね。もういいじゃん、そのままさ採用しちゃって。強化されてる選手とかもさ、もう強化した段階で出してくれてもいいじゃんと思うんですけど、守備コツ5じゃないのか。2回はきついんだよね。だから村雨くんのコツの数からして、これがさ、まともとかさ、まともじゃねえや、守るくんの方、暁守るくんだったらさ、タイピンリリースしかないから、まあ球速コツ3だったとしても、まあ回収率は全然悪くないんだけど、村雨くんは若干コツの数が多いからね、守備コツを5にしようとすると結構大変だね。ギリギリだったな、なんだかんだで危なかった。肩、もうなんかもう肩よりさ精神が欲しい。26、ここは26か、19じゃなくて11で19だったらさ、あ守備練習2ね。肩ブーストとか今さらだしな。どうする、臨床ポイントか、いや筋力ちょっと1個もらっとこう。足らん、筋力が足らんで、こっち次精神を練習して精神ポイントを稼ぐ。それでいこう。じゃあいや、あげよう、もうあげる、あげるって言っても C まであげる。メカニクスはね、なかなか編成が難しいね。マップも考えなきゃいけないからね。2回の裏、メカニクス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは寺島、狙い目だったな、このスライダーは。投球これから2球目、これは入らない。第3球見送って、フォークは嫌だ、なんだかんだで追い込まれた。次は4球目投げました。ちょっと待って、これボール球だったね、まあ、ファールな、いや分かんない、ボール球じゃなかったか、ギリギリ。4回の裏、メカニクス、さっきの右上のストレート、これしまった、スライダー、外に逃げるスライダーにやられた。第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、入った。メカニクスリードで迎える6回です。とっつぁんまだ投げてるか。1塁という場面で寺島、今日2打点を挙げています。よし OK、 もう大丈夫でしょう、さすがにこんだけくれば。まだ投げてる、俺がインド渡してやろう。3打席連続でホームランを放って打った、初球打ち、ワンバウンド、ヒット、寺島ツーベース。危ねえ、何なんだこのメカニクスとかいうとこ。雷はね45なんで試合経験点ボーナス持ってるんですよね。なぜか13くれる、なんかコツ欲しいよねここで。精神くれた、ありがとうなごみちゃん。8パー23と言ってももうポイントは使えないんで、58か、20と30で持っていく、それが45、ここの筋力って150の45か、どうしようかな。いや走力4はいいわ、だったらポイントが欲しいな。足はどうなんだっけ、え足りてるわけじゃなさそうだな。30と30はだって無理だからね、両方45か、肩4してもしょうがねえし。筋力にすっか、
で13余ったからこれ技術いらないけど何かのための技術で、パワーは B にしよう。よし。で、肩で、守備 OK。 で、あと取ってないのは何？ A スキラーくらいだね。補給 D っていうのがすっげえ嫌だけど、あとは最後のエピローグポイント、なごみちゃんは結構くれるんでね、メカニクスの場合は。それでどこまで伸ばせるかだね。もちろんここは満点でいきたい。お待たせいたしました。点が取られている。2点を追いかけます。メカニクス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは寺島。ちょっと早かった。スタンドに入りました。かなり狙い目の球ではあったんだけど、投げた。ゲーボールを取る。アウト。これ4番メカニクス、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という場面。ちょっと待って、カットボールかよ。満点どころか一本もホームラン打てねえんだけど。メカニクス攻撃に入ります。先頭バッターは寺島。今日はセカンドゴロ。あのカットボールは多分打てなかったな。投げた。完全に外れた。ボール。第3球を投げた。ジャストミート。ピッチャー返し。結局ヒットは1本。悲しすぎる。回ってきた。追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で寺島。今日はここまで3打数1安打。投げた。アウトコース高め。外れた。警戒してるね。へばってる。第3球を投げた。インドを渡す。打ちました。OK。満点とはいかなかったな。全然満点じゃねえわ。もう一本ホームラン打っとけばな。よかったんだけど。ここでもね、なんかもうちょっと点くれればいいんだけどね。20じゃなくて。なごみちゃんポイントプリーズ。123いいね。で8000、まあ、9000には届かないけどっていうところかな。で精神何気に溜まったな。溜まったけど吐かなきゃいけない。 C、 いや B にするときつい。せっかくだからあげる。 S、 あとはなんかコツで取ってないやつはある。帳尻合わせか。あー一発逆転ね。せっかく3で掴めたんだから取っておきますか。ということで技術ちょっと技術、いやもうないよ技術だけなんて。ささやきはだって精神使うもん。あインコース悪くないね。精神使わない。インコース、ショートの高速チャージって別にいらんでしょう。ローボールヒッター、ハイボールヒッター系はどっちかというと筋力を使うから。バントね、バントもうちょっと持っとくか。粘りか、流しか、取っとこう。でじゃあ肩上げとこう。ショートだからせっかく。で他足はそんなに速くないからね。盗塁走塁っていうわけでもないし。内野安打、粘り打ち、意外性、バント職人、ヘッスラ、満塁逆境。じゃあ先に粘りを取ってちょっと筋力が余ってるからローボールヒッターで、あとこっから取れるやつ追い打ち。盗塁アシスト、これ悪くないんじゃん。ポイントの使い方的に、おいおい、よし OK。 まあそんな結構悪くないね。結構悪くはない。あの普通の盆栽メカニクスにしては。
ということで、ちょっとね、技術余りっていうところは、出てきてしまいましたけども、マップのそのコツ的なものはね、結構悪くなかったと思います。もうちょっと始める段階でいろいろ詰めておけばよかったんですけど、なんかね、途中で、あ、なんかこれもある、なんかこれもあるみたいなところに気づいたんで、まあ、そこら辺をもうちょっとうまく組み替えることができれば、強い選手ができると思います。と、あと、そうだね、村雨くんはね、守備コツを1回で5で掴めるようになればもっと使いやすくなると思います。あと、なぜかレーザービームね、そうなぜかレーザービームっていうのがあるので、まあ、そこら辺をどう見るかというところですね。で、アイコンタクトはちなみに確定になってるのと、イベント回数が少ないのか、イベント回数が少ないっていうところがまずいいですね。で、アイコンタクトを取るときに、まあ、成功すれば守備職人のコツも一緒に取れると、プラスして何かのコツも一緒に取れる、選択肢によって変わりますというところで、悪くはない、いいキャラかって言われるとちょっと微妙なところはあるけど、悪くはないキャラだと思います。だから、これで、まあ、ちょっとコメントのお返しとかにも何回か言ってるんですけど、高速レーザーが選択制で、アイコンタクトとコンタクト、高速レーザーが選択制で取れるようになれば、まあ、外野でもね、使えるようになるんで、そうするとかなりいい選手になるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、これは俺の妄想なんで。まあ、そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。